清川聖に2月11日から1999年4月13日は水泳選手、実業家、愛知県豊橋市出身。オリンピックに2度出場し、1932年、ロサンゼルス五輪で100メートル背泳ぎ金、メダリスト、1936年ベルリン五輪でも、銅メダルを獲得。第二次世界大戦後は、総合商社兼松江省の社長、 会長を務める。アマチュアスポーツの振興にも尽力し、日本人として初めて国際オリンピック委員会副会長となった。豊橋市、関屋町出身。旧西愛知第四中学校、名古屋高等商業学校を経て、1936年、東京商科大学卒業。1936年、金松商店入社、常務、副社長等を経て、 1976年間松江省社長1978年度取締役相談役1985年間松江省名誉顧問1979年日本人初国際オリンピック委員会副会長1999年に水臓癌の試し去86歳オリンピックオーダー支持報奨当受賞朝日賞当受賞 1979年に名古屋市と愛知、岐阜、三重の三県は1988年の第24回オリンピックを名古屋市と周辺の施設で開催するため招致運動を開始した。1980年に正式立候補した当初は名古屋有利と言われたが同じく候補地に名乗りを上げた韓国、ソウル招致関係者の IOC 委員への接待など 派手な招致活動に対抗しようとした名古屋、招致関係者に、清川、IOC 委員は、高潔な人々、過剰な接待はかえって反感を買う、と釘を刺した。しかし、同年9月に、当時の西ドイツバーデンバーデンで行われた、IOC 総会で、ソウルに52票対27票で敗れた。その後の大会の候補地選考でも過剰な招致活動は続き、 皮肉なことに1998年の第18回冬季オリンピックの招致合戦では過剰接待で長野が招致に成功したと言われた。だが、ついに第19回冬季オリンピックの候補地選考では買収スキャンダルまでに進展することとなった。拡大するオリンピックの商業主義は精錬潔白としたアマチュアリズムの清川の思想とはそぐわないものとなってしまった。 清川自身は IOC の信用回復に不信していたが、その改革を見届けられずに亡くなっている。また、日本体育協会と日本オリンピック委員会が政府、文部省の圧力に屈して1980年、モスクワオリンピックの不参加を決めたのは、清川が IOC 副会長及び JOC 理事在任中の出来事であった。この点に関しても清川は、 対共や JOC の体質改善を強く望んでいた。ありがとうございます。